内定持ってる人挙手してください。商談をして契約まで行く制約率少し持ったことはあります。内定いただいたところは全部暗記するぐらいで調べてみて。どうもこんにちは、旬ダイアリーメンバーの稲山です。本日はマーチの皆さんにお集まりいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。今日は青学、法政、立教、中央の、まあ、4名の方にいらっしゃっていただきました。じゃあ皆さん自己紹介お願いします。青山学院大学文学部の佐久田翔吾です。法政大学社会学部の山下です。立教大学経学部の西村千尋です。中央大学総合政策学部の久保田志郎です。というわけでね、はい、皆さん各大学の代表ということで責任を持っていろいろ話していただきたいんですけど、はい、今日は皆さんの、まあ、なんか就活のことだったりとか大学のことをいろいろお聞きしていきたいなと思うんですけど、まず一番最初に話しておくべきことがあるかと思ってまして、マーチの序列が一番高いのどこなんだろうっていうところで、はい、マーチの大学部の中で自分の大学が一番だと思う人挙手していただいていいですか。はい、はい、ありがとうございます。山下さんからなんで挙げなかったのか伺っていいですか。法政はやっぱり一番とは思わない偏差値的に偏差値的にやっぱりニット駒線に入るんじゃないかって言われてるから一番とは言えないかなっていうのが正直なところです。今西野ちゃんが、ね、偏差値的にってマウント取り始めたんですよ。いやいやいや一番だと思います。一番だと思います。その心は二つあって、まず私が大学めっちゃ好きっていうのがあるんですけど、こんなこと言ったら恥ずかしいんですけど、立教はスマートって言われてる大学群に入っているので、青学とか明治とかと並んで結構レベルが高いのかなって受験期に思っていたのと、あとは栄養入試とかが充実していていろんな層の学生を取ってるっていうところから、結構いろん なんかダイバーシティっていう面でも優れている大学なのかなっていうふうに思います、うん、おー演説みたいな完璧や。佐久田さんどうですか、一番だと思う理由。青山学院大学が一番だと思う理由としては、もう2点あると思っています。おめでとうございます、はい、学業とおしゃれ度というのが一番なのではないかと考えています。私の学部では英語が得意な方が多くて帰国子女の方も多いので、学業のレベルがとても高いなと感じているのと、イメージにもあると思うんですけど、青山学院大学はやはりおしゃれな方が多いなと思っていて、表参道のキャンパスに通っているんですが、やはりキャンパスの中でもおしゃれな人が多いなといつも思いますね。ですよね、佐久田さんのネクタイ一番おしゃれですもんね。確かに、まあ、企画対象で紹介してくださいね。恥ずかしいということでありがとうございます。じゃあマーチの序列は、まあ、どこが一番なのか結局分からずじまいな。立教ですね。立教、はい、分かりました。ちなみに内定持ってる人挙手してください。3人しようか。あっちもあ、種目以外全員内定持ってるっていう申し訳ない状況なんですけど、はい、じゃあ結構周りのみんなも内定持ってるんですか。山下さんは周りはあんまり内定持ってる人はいなくて、内定を取ったとしても言いにくいというか、うん、どう言っていいかわからない、はい、内定が、はい、内定取った後就活終わりましたみたいなインスタのストーリー流す人いません。え、いるんですか。見たことあります。見たことあります。うん、でも、うん、ストーリーの更新頻度で分かります。あー、なるほど、確かに、確かに、あの子この時期に旅行行ってるぞみたいな。なんか就活してる時に学歴フィルターとか感じたりしました。感じますね。感じます、うん、感じる方ほか。いや、感じてないですね。しない、うん、あのグループディスカッションで感じます。あー、しおんくんは僕は感じたことない。あー、うん、じゃあ感じたことのある西村ちゃん、どんな感じで感じました。なんか周りの人がどういうとこに内定をもらったかっていうのを聞いてると、総計の人が持ってるとこの企業のレベルと、まあ、企業のレベルって言いたくないんだけど、私の同期が持ってる企業のレベルがやっぱりマーチの序列みたいなのを感じるかなっていう。コンサルとかだと、うん、マッキンゼーとかボスコンみたいなのないし絶対にっていうのはある。え、山下さんも同じ感じですか。学歴フィルターっていうよりかは大学名が分かるクレディスだと、あ、じゃあちょっとこの人に進行任せようとか思っちゃいます。あ、めちゃめちゃ分かる、めちゃめちゃ分かる。前出ちゃダメだな、これは勝手に思っちゃいます。なんか、ね、大学どこか言わないのもあるじゃないですか、うん、なんかこうどこですかみたいな雰囲気になると、あの、もう言い出したい人が
多分賢い人だからすごい言いにくいなみたいなちょっとだけあるから。インターンとかでもさ、なんか大学名最後まで言わないみたいなのあったりして、あ、俺絶対言わない、あの探り合いすごい嫌ですよね。そう、うん、もう一個聞きたいのが、なんか面接でぶっちゃけ持ったこととか今まであったりします？ありますね。ありがとうございます。正直に今は持ってないと思うんですけど、はいはい、今どんな感じで当時持ってたんですか？長期インターンシップに参加してるんですけど、商談をして契約まで行く制約率を何人に1人みたいな感じで少し持ったことはありますね。やっぱ率とか盛りがちですよね。そうですね、めっちゃ盛りたくなっちゃいますよね。皆さん結構いいところに行かなきゃいけないみたいなプレッシャーってやっぱりこのマーチだからこそ感じたりとかあります？今感じてる人、うん、あ、山下さんだっけ、はい、私は、うん、やっぱり社会人の方とか見てると、うん、あんまり学歴とか関係なくて本当に自分のやってることに自信があれば充実してるんだなと思うんですけど、うん、でもやっぱり転職のこととか考えたりパッて聞いた時に、うん、自分もあこの人すごいって思っちゃうからこそ、うん、やっぱりできるんだったら知名度の高いところに行きたいっていうのは正直なところあります、うん、受験して大学入ると今までの受験的な考え方がそのまま根付いちゃって、うん、偏差値みたいな感じで就職先にかかっちゃったりしますそうですね、僕のめっちゃ悩みなんですね。就職偏差値高いとさ、お給料もいいからさ、そんな大切じゃない？いや、本当そうよね、やっぱお金は就活の時には言わないけど結局大事って言うと、やればあれだけ大事いいの違うお金なんてなんぼあってもいい。ちなみに専攻受けてるところとかのなんか年収とかお金の事情ってどうやって聞いてるんですか？オープンワークっていう専門口コミみたいなものとかものを見たり、あとは提示されているような、うん、その有機質有機質、そうですね、そういうのを見たりしてますね。一瞬オープンワークの回し物かと思いました。でもオープンワークめっちゃ見る。俺はめっちゃ見る。西村さん、逆に今までどうやって制約したんですか？オープンワークで、オープンワーク、うん、泣いていただいたところはもう全部暗記するぐらい見て、誰大好きやん。でもやっぱり大事じゃん。いいけど間違いない、違い、うん、内定先に関しては社員さんに聞いて、やっぱ社員さんに聞くの、うん、内定もらってるから。あ、確かに。一回今度聞こうと思って。あ、けどやっぱ内定もらうまではさ、お金の話とかめっちゃしづらい。僕はなんかあんまり年収気にしてない。あ、いやでもさっきなんかプレッシャーって話をしたんだけど、うん、プレッシャーはあんま感じないけど、でもさっき山下さんが言ったみたいな、自分で思うのはすごい、うん、なんかあいいとこ行った方がセカンドキャリアいいなみたいな、うん、よくなるな、年収よくなるなみたいなのがすっごいから、うん、プレッシャーは感じてない。でも行きたいなと、知名度大事だと、うん、いや本当知名度ね。でも私それ就活続けてる理由、うん、やっぱ、うん、あの大手に行ってない自分がちょっと後悔する時が来るんじゃないかなって思って今もやってる。やっぱりなんとかの西村ですって言った時に、あ、そこかみたいな、わかるじゃないですか。立教って言うとさ、みんなわかるからっていうのがあったんだけど、今のもし内定先言っても枕言葉をつけなきゃいけないっていうか、うん、なんか上場してないとか、うん、インターネット広告代理店のとか、うん、それがやば。今までその有名な大学とかに属してたからこそある程度認知度とか知名度のあるところに行きたいってのはあるよね、うん、どっからが高学歴だと思うか、早期かマッチ以上なのかなと思いますね、うん、ちょっと伝わらないです。あ、すいません。ちょっと待って、知ってる？ダイアリーのサイトではその企業から内定をもらった先輩のリアルな面接動画が見放題。志望動機とか参考にできるじゃん。絶対にここでしか見られない無料登録で今すぐ見てね。概要欄からチェック。